ごちそうさまでした。じゃあ部屋分けとかどうしよっか。ひろとくんと一緒がいいな。愚問だな。僕には七瀬と違う部屋。ちゃっかり希望出してんじゃん。うち以外ならって何？ですが私とご主人様が同室になることは決まっていますので。待って、無理。シンジと一緒に泊まるとか生理的に無理だし。同感だ。こんな寝相の悪い女と一緒に寝られるか。小学校の時は一緒に寝てたんだ。ノアのこと抱き枕みたいにしていいよ。そのような大役を秋月様に任せるわけにはいきません。男子と女子の部屋は別だから。